お願いだ、そいつを入れんだくれ。戸を塞げ。塞ぐだけでは止められまい。なんじゃ、何者じゃ。決まるわ。わかるしや。誰か来る。やっと。全て食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにおる全てのもののようにすべて食っちまった。
すべて食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにいます。ふん、汚れなき者だ。気が悪すら抜けねば。わしらからこれより何をするというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。橋だ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない、道などない。汚らわしい、汚らわしい、沈むな。愛子、待て。
者は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂とともに。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。代償は非常に大きゅうございます。奴は全てを奪った。必ずやカゲロウ目をひれ伏させ叶わぬ命乞いをさせるのじゃ。あなた様がそうおっしゃるならば、落ちる道も戻る道、そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。
己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様はひどきに会えた。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。拙者のただ一つの悔いは己が死、あの畜生かげろう目に必ずや一矢報い、拙者から奪いし全てのものを取り返してみせようぞ。貴様は何一つ学んだな、もののふれ。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅すぎる。背中が背中が。
死した者を斬ることができるのか、いずこへ参るのか、黄泉に舞い戻るのでなくば。まやかしを見せておる。斧が目に頼ってはならぬ。終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。またあの印じゃ。時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。Ha!
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。